はい、ともおりです。今ワンオクのタカが炎上してますね。これ今なんで炎上してるかっていうと、まあ、こちらにあるようにね、もうどんだけ声出しても変わねえ、俺たちは夏フェス出禁になる覚悟で来た、怒られたら俺がまとめて後で全部謝るから、ということで、まあ、昨日のサマソニでね、声をこんな風に煽ってね、声出しを解禁したってことで、まあ、これが非常にね叩かれてます。ブルール守れとか、ふざけんなとか、ワンオクダサすぎとか、こんな風にね、ツイッターでも叩かれてるんですけど、これ別にワンオクのタカ悪くねえし、これワンオク叩いてるやつ、バカすぎるっていうのは思いました。で、これあらかじめ言うんですけど、俺ワンオクとかぶっちゃけ好きでも嫌いでもねえし、ね、これに対して、まあ、叩くとか、叩きたいとか、どうでもいいんすよ。でも、俺はこれをタカを叩くっていうのはかわいそうやなっていうのは思いましたね。いやだってこんなんね、来る方が悪いっしょ。フェスなんて。フェスでルール守れとか守らないとか別にね、もう今更のことじゃなくね。うん、他のフェスだってそんな声出しとか解禁してるっしょ。で、他のライブとかいっぱい。まあさっき甲子園やってたんですけど、甲子園だって声出し解禁してるやん。このフェスに限ったことじゃねえし、まあ、そもそもフォーカスが今ワンオクに行ってるんですけど、こんなんね、行く方がぶっちゃけ悪いっしょ。そんな感染でな、ああやこうや行くんなら、うん、フェス行かんでもいいし、そもそも、これ叩いてるやつなんてさ、なんか、あんまり社会のこととか知らんやつだ、やと思うわ。こんなんでフェス声出し解禁したところで感染なんて収まるわけねえし、今更のことじゃねえから。これをワンオク叩いてるやつってほんまバカやなっていうのは思うし、まあ、そもそもルールなんてねえしね。まあ、ちゃんとした、ほんまに声出し解禁したらダメですよっていう、ちゃんとしたルールがあったら、俺はこれダメやと思うけど、そもそもちゃんとした明確なルールもないのにね、まあ、こんなんでワンオクを叩くっていうのは俺は違うんじゃないかなって思うし、俺はあらかじめ言うけど、ワンオクとか別好きでもないからね、ひいきでもないから、まあ、これ叩いて炎上してる、ワンオクのタカはほんまかわいそうやなって思いましたね。声出しがどうこうっていうか、もう他のライブとか声出ししてるわ、いっぱい。今日の甲子園ひどかったわ、全員声出ししてたわ。そもそもこんなんで収まるんだの、そもそも2年前からコロナなんでかな、収まってるから、こんなんでどうも変わんねえよ。いや本当にだからバカやろ、ワンオク叩いてるやつら。社会もっと出て、まあ、いろんなやつ見てこい。政府が悪いわ、政府が。はい。